にちは、かくすけです。スターデューバレー続きをやっていきます。こちら、あ、今日はサンディの誕生日か。じゃあサンディのところに会いに行きましょうね。お、アビー、おはよう。はい、明日はどんなものを出品するか君は決めてあるかな？うん、あまり決めてないあまり決めてないよ、アビー。いやー、何を出そうかな。うん、そのお知らせかな。うん、だよね。悩むなー。よいしょよいしょ、取って、お、トウモロコシができてるね。うん、こっちに入れましょう。トウモロコ、あ、そうだ、ドワーフの巻物、ドワーフの巻物を私に行かないといけないんだった。ふう、やったね。玉木火でしょ、マグマジオドも出してもらって、サンディは会いに行くだけでいいかな。別に冒険はしなくていいかな。うん、おはよう。リンゴを取って、フルーツはできてるかな。お、ありがとうね。あ、ザクロなんでさ、こうやってさ、ありがたいんだけどさこうさ、こうザクロ木をさ何本も買ったりとかさした後に出てくるんでしょうねもう嬉しいんだけどさ。やったね、バンドルクリアだよ。なんかあっさりとした感じでバンドルクリアですよ。これは今日はいろいろありますね。よいしょよし、おはようございます。はい、ミルクいただきます。今日はいただけません。はい、毛もいただきますね。チョキチョキと。うん、オッケー。で、リンゴ、オムニジオード、ミルク、ミルク。はい、羊毛も出して、ミルク、ミルク。はい、おはよう。で、トリュフがあるから、まあいいか。うん、トリュフを出そうかとも考えてたような気もするけど、まあいいよね。よいしょ、おはよう。うん、おはよう。おい、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 うん、おい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 、はい、ありがとうございます。そうか、ザクロが手に入っちゃったか。持っていこう。今日はやりたいことがいっぱい。よし、ボイドエッグも、アメシストじゃないよ、ボイドエッグも置いて、こう、あ、日本語が出ちゃってる。ほい、うん、こう、オッケー。ふん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 、牧草も残ってるね、ちゃんと。で、こっち側に行ってですよ、スライムハッチですね。ほい、おはようございます。わっ、これね、なんか聞いたことあるんだけど、え、こんな見た目だったっけ。卵らしいですね、どうも、どうも。あ、卵じゃない、スライムの化石とか。あ、そんな、そういうアイテムボックス的なやつなの。あ、やめてやめてやめて。あ、私の、あ、私の王国が、まずいまずい。そう、推定年齢は、え、10万歳かな。え、ちょっとゲートくっ、やだやだ、君たちやめて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 。あ、一回こっちにみんな連れてくるでしょ。やばい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 、おいでおいで、君たちおいで。ふぅ、そう、いい調子、いいよ。で、一旦みんなこっちに呼び寄せて、いて、なんでそこにいるの、君、よし、はしゃ、は、朝からお仕事、置けない、こっちにおいで、それっぽいっと、オッケー、大変だった、大変だったぞ、今回、ふぅ、スライムの化石は、これは鉱物なんだね、なんだろう、何使えるんだろう、この鉱物。あー、よし、スライムを入れて、お、105個になったね。卵作ろうか。ちょっとスライムエッグプレスは、スライム
フランキーがあそこにあるのがな、厳しいよな。はい、入れて。お、何？びっくりびっくり。あ、ハートハート。うん、やったね。また明日は子供が生まれるかな。いいぞー。この調子でどんどん増えてほしいですね。ただのね、水だけでね、こうやって育ってくれるんならもう、万々歳ですよ。ちょっとさっきのようなものを取り出すのが大変だけどね。よし、こっちに入れて。うん、トリュフオイルも入れちゃって、ザクロが持っていく。サンディにはアメジストでいいね。よし、先にサンディのところに行こうかな。うん、結構ね、このパムさんがいる時間っていうのが限られてたりするからね。はい、はい、行きまーす。挨拶するだけだけどもね。よし、ここにニョロニョロがあるのが気になるな。あ、ここもニョロニョロがあるな。そこのニョロニョロだけでも取ろうかな。ほい、うん、粘土でした。残念、粘土はいらんな。よし、どうも。アメジストをどうぞ。へい、うん、はい、これはいいものね。あら、ごきげんよう。バスがやっと復旧してよかったわ。一人寂しくなってきたところだったのよ。店じまい寸前だったわ。それであなたは種を買いにここまで来たのよね。そうでしょ。いやー、店じまいしなかったっていうか、今もしてないのがすごいと思うよ。ま、あの、部屋上がり料で稼いでるのかもしれないな。うん、早いけど帰ります。で、クリントさんのところに行って、ザクロも入れて。うん、大丈夫だよ。うん、大丈夫だよ。ちょっと行くだけだからね。ペリカンタウン。はい、クリントさんにジオードをお願いして。なんだこれは、新しいやつかも。タイガーアイ。よしよし。BGM 鉱石はいい。あー、またか。猫石はいらんな。よし、で、ここに預けに行って。はい、寄贈するよ。ドワーフさん。あ、やっぱ新しいやつだった？ポイッと入れて。あ、スライム石はダメなのか。てか、すでにあるんだね、ここに。はい。よし、さっき音が聞こえたよ。プルリンって。報酬受け取る。ドワーフご翻訳ガイドだ。やったー。これでドワーフさんと話せるぞ。やったよー。一休みしたいときは、僕のところへおいでよ。普段は家にいるから。うん、エリオットとのね、ゆったりした時間っていうのも、なかなかいいものになりそうですよね。うん、ちょっとスケに乗ってこようかな、もう一回。よし、ドワーフ、あ、ついでに、ドワーフさんの鉱山に行こう。ドワーフさん、ついにだよ。全部地上で見つけたもんだ。夜の間にあんたら人間からいただいたものさ。私有財産って何のことだ？あ、売ってるんだね。ライフエリクサーとかがあるんだ。うん、マインキャンディ、うん、レアなかかし、あ、買っちゃおう。購入。うん、古びた床。うん、マインキャンディはなかなかいいよね。うん、チェリーボム、何か買うか。はい、どうぞ。ねえ、これすっごく気に入ったよ。あなたって鉱山からいいもの見つけてくるよね。あ、鉱山からのものが好きなんだね、ドワーフさんは。宝石が好きっていうよりはね。よし、じゃあバス停に行って、スケ。よいしょ。スケに乗って、あっちに行きましょう。あ、その前にちょっとね、海に向かってみようかな。海でザリガニが取れてるかもしれないからね。で、ここで何がある？増えない。ごめん。増えないね、無理って気づいた。増えないは雨の日しかダメだ。あ、でも明日雨って言ってたな、確か。いや、雨じゃんはずがない。スターデューバレー祭りだから見てないのか。私は今日は天気予報を。アビーン、
ねえ、格付け、私ここで一息つくのが好きなの。うん、そうだったね。いいと思うよ、そういうのも。どうも、スターデューバレーにしばらくとどまりたいですね。はい、素敵なプレゼントだね、ありがとう。みんなの役に立ってると分かると嬉しいものですよ。そうですよね。ホイドマヨネーズは持ってない。ほい、石か。はい、アサリを取って、取れないな、なかなか。壊れたメガネと、おっと、お、怒りね。あ、錆びた怒り、あーではない。うん、錆びた怒りしかないわけではなく、怒りを前取ってたんだっけな。ひょっとしたらね、寄贈できるかなって思ったんだけど。まるさん、はーい、診療所にはあんまり行かないもんな。ね、季節を前より楽しむようにしている。秋もそろそろね、終わりですね。半分ぐらいなんだけども、一緒にピクニックしようって誘ってたかも。いやー、もう全く思わせぶりなんだから。キャロラインさん、アビーはここでオンラインの授業を受けてるけど本気でやってるようには見えないわ。今うちにいるんだけどな。だってあの子、ピエールと会う前の私みたいに自由だから、あなたの牧場にいる方がアビーにとって楽しいのかも。うん、仲良くやってるよ。あら、ありがとう。もらっていいの？よし、お母さんと星まで仲良くなった。家族を持てて幸せだわ。若かった頃の自由さが恋しくなることはあるけどね。そうだよな。思いますよね、それはね。いやー、大変だろうな、結婚とかしたら。と、ケントさんはいないな。よいしょ、ジョディが入ってくる前に出られた。で、上の方に行って、ついにバンドルですよ、全コンプリート。いやー、予想外のコンプリート方法ですが、やりました。コウモリにしててよかった。よし、はい、魔術師さんのバンドルです。はいはい、ザクロついた。以上、アップ。はい、銀の延べ棒、なんと不思議な。で、イベントですよね。これが最後の贈り物だね。さよなら、隠して。え、さよならなの？いや、一緒にいようよ、ここにいようよ、ジュニも。全部溜まったよ。あ、すごい立派になってる。あ、手振ってる。バイ？え、嘘。グッバイ、グッバイ、バイ。え、精霊の世界に戻っていった。あ、そうなんだ。なんか悲しいですね。こう、人誰もいないのに。あ、ここのジュニモの家もね、なくなっちゃったのか。え、なんか寂しいな。そっか。でもこれで公民館が復旧したってことになるのかな。それならルイス町長は大喜びだよね、絶対。ルイス町長のところに行けばいいのかな。なんか寂しいな、ルイス町長。公民館が元に戻ったよ。寂しいけど。アレックス、エブリンに嫌われたくなければウニは渡さないこと。本当に大嫌いなんだよ。なぜだか知らないけどね。ウニは私もちっちゃい頃好きじゃなかったな。お、ペニーが追加されてる。パムに嫌われたくなければタコは渡さないでね。本当に大嫌いみたい。みんな何らかのこだわりでもあるん？でもあるんだろう。みんな嫌いなものを教えてくれるな。タコは酒のつまみにバッチリいいのにな。パムさん苦手なんだな。どうしようかな。クロバスのところ行きたいんだよな。行こうかな。
ボイドマヨネーズを取ってクロバスのところに行きます。何を置こうかな。スターデューバレー祭り結局何も考えてないんだけど、どうしよう。うん、とりあえず紫色の星がついてるやつを集めて出そうかな。売れるものを先に売って、スライムの化石でしょ、粘土、リンゴ、猫石、ムール貝、アサリ、カタツムリ、イカリ、こんなもんかな。でこっちにザクロ、入らない。そっか、じゃあもうザクロはこっちに入れちゃおう。いや、明日のあれに出してもいいな。さあ、リンゴはこっちに入れて、で、闇の結晶とかはこっちに入れて、ドワーフさんのレアなカカシを、適当に、どこに置こう。どこに置こう。ここ置いとこう。かわいいな、ドワーフのカカシ。石とかを入れて、釣り餌は釣り竿につけて、でチーズを取って閉めて、トリュフ取って閉めて、あごめんね、起こしちゃってね。いいえ、閉めて、布をペンペレペンペンペン、オッケー。よし、これでクロバスのところに行こう。いや、ちょっと待てよ、イリジウム鉱石とかここに入れておこうか。よし、この今更だけど、このマヨネーズってさ、ちょっとヨーグルトっぽいよね。マヨネーズというよりは、よいしょ。夜ですね。どう、こっちの方行って、なんかいるんだろうな、魚が。よし、こっちです。こっちでクロバスにご挨拶。ほい、あ、ドワーフさんとクロバスのイベントだ。影の人が地上に、やばい。お前たちのせいで私の家族はみんな死んだんだ。その不思議な輪郭してるな。おたくらドワーフが追い出そうとしなきゃ、ご先祖様だって暴力に訴えやしなかったさ。おたくのご家族のことは残念だけどさ、この二人仲悪いんだな。その程度で謝罪したつもりなの？うわ、喧嘩だ喧嘩だ。大丈夫か？すっごい戦ってるぞ。すみません、こんなところで。そりゃびっくりするよ。そこをどいて。そんな薄着がなりたいやつかばうことないよ。やれるもんならやってみなよ、おちびさん。お、魔術師さんが出てきた。すごい、みんなのイベント。ああ、燃やして大丈夫なの？そこまでだ、二人とも。エレメント戦争は大昔に終結しただろう。貴殿らが争う理由はもはやない。和解したまえ、貴殿らのそばで暮らす人間のためにも何のことかわかるだろう。私も含めてかな。 OK、 これからは下水道に近づかないよ。クロバスも、昔の件については本当に悪かったよ、ドワーフ。別にオタク個人に恨みがあるわけじゃないんだ。よろしい、では誓いの封印を唱えて、この合意を確かなものと定めよう。誓いの封印。ん？なんかやったんだろうな。よくわかんないけど、私には。あ、なんかやったんだろうな。よくわかんないな。ドワーフさんと話せることによって、つい、あ、こことかも気になるもんな。バリアが行く手を阻んでるの。よいしょ。
ボイドマヨネーズだよ。はい、こいつはすんごいプレゼントだね。いいぞいいぞ。黄色になってる黄色になってる、仲の良さが。この調子でね、クロバスとドワーフさんとどんどん仲良くなっていきたいな。そう、魔術師さんのイベントってあんまりなかったからさ、この二人と関わりがあるのかもしれないですね。この二人ともある程度仲良くならないとイベントが起きないみたいな感じがあるかもしれないな。ジュニモのあれも終わったから行きたいの、魔術師さんのところね。全部終わりましたって何のイベントもないような予感もするけど、それは置いといてね。一応行ってみたいなとは思いますね。あ、線拾った。別にいらなかったんだけどな。明日スターデューバレー祭りだよ。マヨネーズ、チーズ、布、トリュフオイル、繊維、料理も一作品ぐらい出すか。ザクロでしょ。あ、ダックマヨネーズ、ダックマヨネーズ、はい。ダイヤモンドでも持っていくか。残してなかったかもしれない。あ、あったあった、ダイヤモンド9個だよね。ダイヤモンド、ザクロ、ブラックベリー、スーパーナマコ、トリュフは悩むところだよね。明日すごいいい牛乳とか取れると出した方が、あ、牛乳はここにあったか。いっか。ブラックベリーパイでも出すか。雑すぎる？ちょっとできそうすぎるかな。よし、今日早いけど、まあいいでしょう。寝ちゃいましょう。おやすみ、アビー。ねえ、いい一日だったかしら？いい一日だったよ。あ、テレビ見てなかったんだ。まあ、イベントだからね。あ、何時から何時まで？9時から3時までね、オッケー。占い情報、今さら。自然と暮らそうか。リサイクルマシン、魚の代わりにゴミを釣っちゃったことはないかい？近頃はよく起きることだよね。リサイクルマシンを使えば、ゴミをリサイクルして役に立つアイテムに変えられるんだ。使い方は簡単。マシンの中にゴミを入れるだけでいい。ゴミの種類によって手に入るアイテムの種類も変わるよ。ね、活用させていただいております。おやすみ。いやー、お金いっぱいだ。おはようございます。ということで今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。